こんにちは。ここは能登半島の最先端です。石川県珠洲市、青の洞窟空中展望台って書いてあるんですけど、こういう施設がね、そこの能登半島の一番外れにはあるそうでして、なかなか面白いところなので、ご紹介をさせていただきたいと思います。早速ね、こんなすごいものがあるんですけどね、空中何メートル、9メートルとか、なんかそんなこと言ってたな。下が透けている展望台です。なんか揺れるとか揺れないとか、そんな話をしていましたが、それは気のせいかな。あ、なるほど、ゆらゆらと揺れてるわ。へえ、大丈夫なんですね。真下にこんな感じの北陸っぽい建物が並んでますが、この彼方、方向でいうとこっち、もうちょっとこっちの方なのかな、ちょっとね、まあ、どっちにしろ天気のあれで見えないんですけれど、佐渡島も望もうと思えば望める、そういったところです。これから泊まるランプの宿というところ、そこの宿泊客は あの送迎車ってのありますけどね、宿泊客は、ここ通常1500円なのが1000円で入場できるようになるそうです。なんと自動車がね、一回あっち行ってからスイッチバックして、もう一回あそこからスイッチバック。鉄道だったらね、ああいうのありますけど、そんな風にして向かうんですね。へえ。これから私どもの泊まるランプの宿というのは、この真下のあそこです。このわずかな距離のために送迎車を用意してくれるんですね。聖域の岬って書いてあります。まあ、どういった聖域、どういった聖地なのかよくありませんけど、まあ、大体海にはそういう風な感じの名所が多いですからね。なんか神社ではないんだけど、神社っぽいやつがあるな。やっぱ宗教法人とかね、そういうんではないから面白い演出です。海の下の方まで随分こう透明度が高いように感じます。実際に他と比較してどの程度高いのか分かりませんけど、なんとなく緑がかったような感じでね、非常に美しい眺めです。特に今これは能登半島でもうずっと今まで見てきた光景ですが、海側からの強い風にやられてね、木がもうすごいことになっておりますけれど、特にここは顕著で、なんかちょっと体も、自分の体も少しね、こっちに曲げて通ろうかという感じです。先の方まで行ってもね、ただの海だし変わんないかなと思ったんですけど、特に青が綺麗になったんでね、やっぱ来てよかったなと思います。コバルトブルーっていうのかな、今ね、ここののんびり屋さんがおっしゃってたんですけど、単に水の色が綺麗なところ、いいですねこれね。海の綺麗なところって、まあ、大体2通りあって、砂浜とか岩礁とかね、崖とかそういった構造の綺麗なところと、単に海の色の綺麗なところとありますけどね、まあ、日本海はどっちかっていうとその両方が噛み合ってるところが多いかな。誰に頼まれたでもなく傘やアーチの役割を果たしている木が、なかなか面白い姿です。もうあれですね、一旦海沿いの方に伸びようとして失敗したっていう感じでもなく、もう自分はこちらに伸びるべきなのだということを最初から自覚していたかのようです。まあしてるでしょうね。奥に貨物船、日本の船なのかどうかちょっと分かりませんけど、まあとりあえず頑張っているようです。でそれから、ここには青の洞窟で、まあ、下に海から、ね、入ってくるような洞窟があるんでしょうね。でそこまで降りやすいように階段が整備されていまして、多分外の光がこの中に差し込んできて、かなり、まあ、ここから見ただけでもね、下の海は美しいですから、その洞窟の中にこう青い光が反射して綺麗だと、そういうことなんだと思いますけど、それもまたぜひ見てみたい、とても楽しみにしています。前にね、岩手県のどこだっけな、浄土ヶ浜になんかそういうところあるんですよね。震災の後は青の洞窟とか言って、ね、開発してすごい綺麗でしたけどね、あれみたいなものかなと思います。このなんちゃって神社の中を降りるんだな。こんな風に整備されてる、本当にありがたいですよ。思ったより下にあったんでね、足腰に自信のない方はちょっと気をつけた方がいいと思いますが、こんな感じのところをこう何往復もジグザグに降りていくわけです。あの洞窟の中が青く染まっているはずです。これがその洞窟ですが、入る前にちょっとね、石川県っぽい光景が見られるので、ご紹介したいと思います。あそこが白く汚れているのも多分その影響なのかなと思うんですが、あそこに浮かんでいるモコモコとした泡が波の花です。まあこれはまだ割と甘い方ですけどね、もっとねすごいこうビチャーっとしてこうモコ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 ってものすごい泡立っていることもあるんですが、泡が立つとその泡の周りに、まあ、汚れとか有機物みたいなものが集まるという性質がありまして、海の魚を飼うときなんかもね、それを利用して水槽の水をきれいにする、機械などが開発されていますが、
まあ、そういう風にしてあの粘度の高くなったこうネチネチとしたものがね、こういう風に海の中にこうまつわるんです、まとわりついて付き合ってるんですね。で、多分なんかこの北陸とかね、この辺はもうその波が結構多分激しいところが多いのかなと。でその波の花みたいなものがねたっぷりとこう出来上がり、そしてそれがこう海の、崖の方までこう押し寄せてきますん でそれであそこへこうベチャベチャベチャとこうついて、これが白くなったりするのかなと思います。水の中に雨降らしだな、大きなね海牛みたいなやつですけど、かなり大きいですよ。もう片手には乗り切らないぐらいの巨大な生き物です。貝の仲間ということに一応なっております。すいません、お待たせしました。これが青の洞窟、中がこれはライトアップをしてるのかな、そうじゃなくて自然の青の光だとしたらすごいですけどね。こちら照らしてますけど、あ、なるほどね、こういう岩礁の部分をこうくり抜いて、そして、まあ、くり抜いてっていうよりは多分もともとこういう風な洞穴になっていたところのこの脇にトンネルを掘ったんでしょうね。これはどう見てもそうですから、まあ、これ四方向っていうの、壁が崩れないようにするための構造物ですけれど、でこれでもって支えを作り、中のこういう入り江の内側から楽しめるように工事したんですね。結構頑張ってやったんだろうな、これ見る限りでは。手前側には色の白い砂利みたいなのがありますけど、これは玉砂利ですからね、まあ、海に あんまりこういうものはないのかなと思いますんで、多分これも頑張って敷き詰めたんでしょうね。神社があったりね、それから仏様がなんかこうあぐらかいてるっていうか、なんかこうポーズ取ってたりとかね、これがまたこうどことなく なんとなくのこう聖域、なんかお願いが叶うかもしれませんみたいなこと言われましたけれど、そう適当な感じがして結構面白いと思います。お願いろうそく、令和の新元号に変わりました。一応元号とか言ってるってことは神道関係するのかな。お願いろうそく、火は適当に燃えてるろうそくから取ればいいのかな。この適当な感じがいかにも日本文化って感じでですね、御神前って書いてありますけど、これは多分神道で使うやつだと思うんですけどね、違うのかな、これ仏教でも使っていいのかな、そんなことあるのかな、わかんないですけど、首から数珠を下げて、これあれですね、あの真珠の首飾りって感じだな。日本には神様仏様っていうすごい言葉がありますからね、それをまさにここで体現しているような感じ。入り口のところには鳥居っぽいものがあったけど、しかし鳥居ではありませんでした。これにまたお賽銭が結構入っているというのも、まあ、面白いですよね。全然別になんていうんですか、この施設で、ね、あのこう撮影の許可とかまでいただきまして、あのなんかふざけたようなことばっかり言ってるわけですけど、こういう雰囲気が、ね、私は好きなんですよ。このいかにも人工的に作りましたみたいな感じがね。降りていって波打ち際ギリギリのところまで行かれるようです。ここはね、確かに日本三大パワースポットとかそんな風に入ってるって言ってたな。それ誰が三大パワースポットを言い始めたのか分かりませんけど、向こうにあるあの白い石、それをこっちにこう投げ込むとあの願いが叶うとか、なんかそういう話があるそうです。まあ私は特にあの投げ込みませんでしたけど、結構みんなそういうの好きなんだな。お賽銭箱もあるし入れてる人も多いんじゃないですかね。ここの名前はね、空中展望台スカイバードっていうそうですけど、あ、そのなんだデートとかするの好きな人はね、多分こういう場所来るといいんじゃないですか。でその青の洞窟の下にある旅館から今翌朝になってね、あの撮影しているんですけれど、パンフレットがありまして、もうこのランプの宿さんのこの旅館のパンフレットに、この聖域の岬というやつについて載せたんですが、まあ、多分やっぱ運営は一緒なんでしょうね。サンクチュアリーリゾートマップと書いてありますが、能登半島最先端聖域の岬はインドの聖地、あ、そうなんです。能登半島最先端聖域の岬は能登の語源となった、天へ登る、あ、そうなんですか、報道仙人が天へ登るための修行をしながら第9代開化天皇から11代水神天皇の世までこの岬に住んでいたと伝えられている。あ、そうなんですか。これはどこまでが伝えられているで、どこまではあの信憑性が高いのかというのは難しいんですけど、まず開化天皇とか水神天皇自体はね、あの神話時代みたいな感じで、あの実在していたかどうかも、まあ、怪しい天皇とされているらしいんですが、この仙人がここに住んで、そして天に登っていったのかな、登ってはいっていないのかな、
伝説では養老元年、に天竺の、マガダ国、ねからやってきた仙人が、水神天皇の王子である、大玉彦なんとか別の御子として分かんないですけど、言葉を発せられないでいることを知り、病を先方を用いて感知させたことで一躍日本中に高まった。その後聖域の岬で習得した強靭なウルトラパワーで天へ登っていかれたと伝えられる。伝えられている別にあの 伝わっているというのはこれ事実ですからね。以来聖域の岬は呼ばれし者だけが強靭なパワーを授かれる、神秘の岬。あの洞窟は報道仙人が天へ登るためのパワーを習得した場所とも伝えられている。いろんなことが伝えられているらしいということです。パワースポット、でもこれ綺麗ですね。こんな穴があるんだ。パワーホールって書いてありますけど、青の洞窟とかこんな風に見える時間帯もあるんですね。へえ、そういうこともあるんだ。でもこれは見事でしたね、確かに。ああ、なるほど。なんかいろいろ書いてあるな。これインドとそんな関係があるんですね。へえ、インドからこんな能登を選んできたんですか。